皆さんこんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いましてネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんお気づきですかね。メガネがねちょっと変わってると思うんですけど、これは以前にもお伝えしましたが、BOSE のですね、スピーカーが内蔵しているというメガネなんですね。それに本当はこれ最初はですね、サングラスで売ってるんですけど、ここにですね、色がついてるんですけど、それを外してですね、それでここのところにですね、このような形で、土入りのメガネを入れたものなんですけど、これで音楽を聴けたり、電話を取れたりとかね、まあ、いわゆるワイヤレスイヤホンのようなですね、まあ、音声アシストなんかも使えたりするものなんですけど、今日はその話ではなくて、ちょっとわざとね、これをかけてみたんですが、ちょっとね、こちら見てほしいんです。はい、じゃじゃん。はい、見てください。これ、両手にですね、腕時計がついていると思うんですけど、まあ、いわゆるですね、通称、本田圭佑状態。本田圭佑が、両手に腕時計つけてるのは、片方だけつけてたら、体のバランスが崩れるということで、両方時計つけてるという有名な話がありますけど、両方つけてました。こっち側はアップルウォッチですね。本来は左手につけてるんですけど、今日は右手につけてます。そして、こちら、左手につけてるもの。ちょっとね、見慣れないものがあると思うんですけど、ちょっとこれね、今、真っ黒になってると思うんですが、こうやってやるとちゃんとね、時間が表されたりするんですけど、で、見えるかな、こんな感じで今時間が出てると思うんですが、で、ここをスライドするとですね、よいしょ、こんな感じで、これ歩数かな、歩数が今出まして、こうやってやると心拍数ですね、が表されたり、こんな感じで、これなんだ、カロリー、215とかですね、そして、階段 7階まで上がりましたとかね、そしてこちらなんだ、距離 3.61km 歩いたよとかね、設定ですね。というようなことが、まあ、出てくるんですけど、で、ここの中で、もっとね、詳細なんかも出てくるんですが、このような時計ね、なんですけど、まあ、いわゆる、スマートウォッチというものなんですが、これね、すごいのは、時計のように見えますけど、実はですね、ここ、ちょっと拡大しましょうか。はい。ここのとこをね、押すと、よいしょ。そしたら、なんかマーク出ましたよね、マーク。ここからですね、よいしょと押すと、ここからですね、なんか出てくるんですよ。なんか出てきました。これ、イヤホンなんですね。これを耳にはめるわけです。こうやってね、はめるわけですね。はい。で、今度、反対側を押すと、よいしょと。そしたら、また出てきました。はい。穴が開きました。で、今度、当然ですけど、反対側にですね、につけるわけです。そうすると、これでですね、まあ、当たり前ですけど、イヤホンですから、音楽を聴いたりするわけなんですけど、これがですね、スマートフォンと連動になってますので、ちょっとね、こちらをご覧いただきたいと思うんですけど、こちらになります。これは、こっちですね。はい、ご覧ください。はい、ちょっと私の iPhone の画面を出して説明したいと思いますけど、この右下の方にあります、これですね、Wear Buds って書いてるやつ。こちらなんですが、ちょっと起動してますね。はい、そうしましたら、ここに歩いた距離ということで、5316歩とかね、こんな感じで出てるんですけど、で、ここのところにですね、心拍数っていうのが出てまして、これ、例えば、これ昨日ですね、8時52分に86だったけど、17時48分に測った時は78でしたよみたいな形で、心拍数が出たりします。で、結構ね、いいなと思ったのは次の睡眠なんですけど、昨日僕は 5.3 時間寝たっぽいんですね。ちょっと見てみましょう。はい、今これ同期してますけど、1時53分ですね、深夜ですよ。2時前に寝てですね、朝の7時11分に起きて、その間のですね、ここに浅い睡眠、深い睡眠、起きてる時間っていうふうに出てるんですけど、このようにですね、まあ、起きてたわけじゃないと思うんですけどね、これ途中起きてたんですかね、僕ね。まあ、こんな感じですね、で、後半の方はですね、割とこの深い睡眠の後、浅い睡眠がずっと続いて、
朝を迎えてるっていう感じになってますね。で、これで最後に深い睡眠が来てる時に起きてしまうと、多分ですね、起きた時にちょっとですね、辛い感じになるんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じのものがね、出てきたりします。さらにですね、これ運動記録ということで、まあ何かですね、実際にこれで開始するとですね、ウォーキングの記録とか、あとはですね、ランニングの記録とかっていうことが、まあ、ついていきますというものですね。こんな感じになっています。で、このイヤホンですから、当然イヤホンが聞けなきゃいけないわけなんですけど、これどうやって聞くかっていうと、音声アシスト機能がないんですね。音声アシスト機能がないので、普通に、例えばですね、こんな感じで、何しましょうか。Apple Music とか、ね、なんか開いて、で、ここのところでですね、音楽を聴くみたいな形になります。で、ここで再生するとですね、今、僕の耳に大容量で音楽が流れてるわけなんですけど、こんな感じで音楽をですね、聴くことができるんですが、当然ですね、これはどんなことができるかということで、ちょっと見ていきますと、ここからで音声アシストはついてないので、スマートフォンからコントロールしたものが出るという形になるんですけど、ちょっとね、設定のとこをお見せした方がわかりやすいと思うので、設定のとこをちょっと出したいと思うんですけど、出るかな？はい、例えば、ここら辺じゃわかんないかな。設定で、通知とかあるかな？ちょっとこれじゃあね、なかなかわからないと思いますけど、実際にはですね、あ、ないか。そうですね、ないですね。まあ音楽を、これで要するに電話を取れたりとかするものではないので、で、今回ね、買ってよかったなと思うのは、ちょっとね、戻りますね。これつけてると、声がこもってよくわからないので、ちょっと外しますけど、このね、イヤホンが、例えば僕は今までですね、こちら、これソニーのですね、ノイキャがついているもののイヤホンとかね、とか、あとはですね、こちらのソニーの、同じくソニーですけど、これエクスペリアデュオといって、こう耳にこうガチャンってはめるやつですね。で、これは骨伝導で耳がこう開いてるというパターンのものとかも使ってきたし、あともう一個ですね、翻訳するというね、ものとかも使ってきたんだけど、どれもね、耳にうまく合わなくて、こうつけるとですね、すぐポロッと取れちゃうんですね。で、いろんなパーツがあって、組み合わせるとね、もしかしたらぴったりはまるかもしれないんだけど、まあそれやるのめんどくさくて、使ってなかったんですが、これはね、自分の耳にぴったりはまって、なんかこう不安な状態にならないんで、こうつけてですね、このままほっといても、全然こう、平気な状態なので、これはすごく自分の耳に合っていいなというのと、あとね、ノイズキャンセル機能もいいなと思ったんだけど、実際使ってるとですね、外の音は聞こえるわけですよ。人の声聞こえるわけじゃないですか。で、これは完全にそういうのはないから、完全にこう、なんていうかな、こう没入するというか、世界に入れるという意味では、やっぱ音もね、なんかもうこれ一番いいような気がするんですよね。っていうことで、っていうのと、何よりもこれすごいのは、この腕時計のとこで、ここにこうやってはめるとね、こうやってはめると、こうね、よいしょ、これで、見てください。はい、今時間出てると思うんですけど、よいしょってはめると、これでね、充電できるっていうことです。はい、こっち側も充電できるということです。つまり、今までであれば、こうカッチャンってね、こうくっつくんですけど、だからこうやっても落ちないですね。カッチャンってなってる。今までは、こういうもので充電をね、今充電始まりましたけど、充電していますけど、これをね、カバンに入れなきゃいけないじゃないですか。で、これ落としたりしたらなんかね、なくなりそうで怖いですよね。だけどこれ腕にくっついてるので、落ちないし、なくさないですよね。というものなんですよ。で、いわゆるスマートウォッチ機能の中で、まあ、いわゆる、ヘルス系ね、心拍数とか、歩いてる歩数とか、そういうものだけを使うんだったら、この Apple Watch もいいんだけど、そんなに高級なものを買わなくたって、これで十分なわけですよ。で、Apple Watch と僕今ね、併用して使ってるのは、Apple Watch はやっぱりですね、何が一番僕使ってるかっていうと、
やっぱり、スイカです。スイカがついてると、これでこうやって決済って便利だから使ってるってことが一番で、それ以外はですね、まあ、ほぼ時計として使っているものと、あとは、アラームをセットして、電車降りるときにね、乗り遅れ、降り過ごさないようにするのを使っているのがほとんどで、それ以外はですね、ほとんどいろんなアプリとかいろんなものありますけど、ほとんど何も使ってないんですよ。で、言うんだったら、まあ、その健康系もほとんど使ってないんですね。で、だったらこれでいいんじゃないかなと思うわけです。ということで、これのね、ちょっとね、説明のページに行ってみたいと思うんですけど、はい、こちらのですね、これはクラウドファンディングで幕開けの方で購入したものなんですけど、まあ、ウェアラブル革命って書いてますが、何よりもこれですよ。この腕時計でイヤホンの充電ができるっていうものが、やっぱりいいなと思いました。で、まあ、ここら辺にいろいろね、こうできること書いてるんだけど、まあ、これもね、ほとんどね、こういうものは使わないと言っていいんじゃないかな。一応メッセージ通知機能とかもあるんですけど、まあ、ほとんど使わないですね。僕は使ってないです。で、いいのはですね、安い。これね、値段ものも出てくるんで、まあ、いろいろ音がいいとかいろんなことも書いてるんだけど、でもこれはね、各社みんなね、頑張って音はいいの出してるので、で、まあこういうふうにですね、はい、これ。電話ね。電話がかかってきたこのものをここで取ることができると。音声アシストもありますね。Siri とか Google アシストも、ありますと。これ、押せばね、できると。まあ僕はあまりそこまでのものは使ってないですけど、音声アシスト機能ももちろんついてましたね。で、周囲のノイズを 90% する、ノイズキャンセル機能っていうのもあるんだけど、これはですね、あんまりこれ働いてるような感じはないんですけど、すごくいい音が出てるなっていうふうに僕は思います。ノイキャン機能もついてるんですね。でも外の声は聞こえないです。は入ってこないですね。そういうふうに書いてないと思います。で、バッテリーですが、持続時間は 5.5 時間以上、1日おきの音楽と一緒ということで、1回充電して、このリストウォッチだけで2回充電できるから、最大で12時間できるということで、まあまあ音楽聴くだけだったら、これで用は足りるのかなっていう気がしています。で、何よりも今回ちょっとやってみたかったのは、睡眠のやってみたかったんですよ。だから、このアップルウォッチでもできることがちょっとわかんないんだけど、アップルウォッチは、夜充電してるので、夜外さなきゃいけないんですね。だけど、こっち側の方は、実は電池がそんなに減らないので、だから、すぐ充電できちゃうから、だから夜ね、つけとけば睡眠が測れると。で、逆に朝起きてる時間とか、ホテルに着いた時間の時に充電しとけば、夜使ったとしてもね、今朝見てみたら、4% ぐらいとかしか減らないんですよ、夜中の間ね。だから夜中にね、つけてても全然充電減らないので、まあ、いわゆる時計ですからね。それよりは、日常に、つけてですね、音楽のものを使うっていうものが意外に便利だなということで、今回ね、買ってみました。ということで、こちらの商品がありますので、これもしかしたらクラウドファンディングで、終わってるかもしれませんが、一応ショートメッセージとかもなんかあるみたいですね。こんなものも、使える機能なんかもついてるようですが、まあまあ、そこまでね、すごい機能を使わなくても、十分このイヤホンを腕につけて、充電できるものを腕につけてるっていうもので腕時計してるぐらいで全然いいんじゃないかなと思います。だから、Apple Watch もいいんだけど、結局 Apple Watch 買ったらね、どうせまたね、Apple の AirPods が買わなきゃいけないんでしょ。って言うんだったら、相当高くなりますけど、こっちの方がですね、安く済みますので、こちらでもいいんじゃないかなということで、さっき値段出てましたっけ？出てなかったでしたっけ？ここに値段出てるんですけど、全然安いです。一応これ A 社、B 社とかっていうに、名前は隠してありますが、ここね、ここのとこに隠してありますけど、はい、2万2000円とかね、出てますけど、一番右の12,700円なので、安くですね、A 社、高いやつですよ。できますから、結構いいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもですね、こちらの方も使ってみていただければと思います。はい、今日はですね、こちら、ウェアバッツというですね、腕で充電できるというね、イヤホン、時計で充電できるというものをね、紹介いたしました。インスパイアに対して、ありがとうございました。